ルタバガは、アブラナアブラナ属の野菜。根菜類だが、地上部も食用になる。株に煮るが別種で、西洋アブラナの品種とされる。別名は、カブハボタン、スウイード、スウェーデン株。日本では、種苗点で西洋株との表記もある。原産地は、スウェーデンとされ、北欧からロシアにかけて栽培され、重要な栄養源となっていた。やがてスコットランドに移入され、 他のイギリス各地や北、アメリカにも広まっていった。語源はスウェーデン語のロートバガで、主にアメリカでの呼称。イギリス英語では、スウィード、スウェーデンターニップ、イエローターニップと呼ばれる。スコットランド語では、ニープという。スコットランドでは、ターニップといえば、ルタバガを指し、株のことは、ホワイトターニップと呼ぶほど根付いていて、郷土料理であるハギスは、 伝統的にマッシュしたルタバガとマッシュポテトと共に供される。また、ハロウィンのジャック・オーランタンはカブやルタバガで作るものだった。後に、アメリカに移民したアイルランド人がカボチャで作るようになり、これがカボチャの普及と共に広まったという。1620年、スイスの植物学者ギャスパール・ボアンによって、スウェーデンに自生していたことが記録されている。 第一次世界大戦中のヨーロッパ大陸では他の食物が底をついた後最後に食べるものとされ食物としては不評だった特にドイツでは1916年から1917年にかけてのステクラビンウィンターと呼ばれる食糧難をルタバガを常食にしてしのいだ反動化その後不人気となり生産量が減ったと言われている日本でも明治時代初期に 他の作物とともに、北海道に導入されたが、在来種の株に味が劣ることから普及せず、飼料用などに留まった。北欧を中心に様々に調理されている。よく見られるのはルタバガを茹でて潰して、バターなどとあえ、単品あるいは同様に茹でて潰した人参やジャガイモと、共に付け合わせにしたものである。煮崩れしにくいことから、スープやシチューの具にすることも多い。 また、直火やオーブンでローストすることもある。加熱調理されるのが一般的であるが、フィンランドでは新鮮なルタバガオ生のまま薄く、霧サラダに加えることがある。スコットランド語とは別。藤原2011。ありがとうございます。